マと私ガーリック好きなんですよ。なんか選手村っていうとこうマクドナルドのイメージがめっちゃあります。あー並びましたよのそこまで、うん、なんかちょうどいいキノコ料理でアヒージョでいきましょうか。では早速食べ物を取っていきたいと思います。いきます。ビュッフェだからね。そうですね、取り放題。すごい、デザートまである。レアチーズケーキもある。普段甘いもの食べるの好きですね。すごい、何そう、これがこれあったんだ。スープ。一人暮らしだと私生野菜とかサラダ作らないですね。家でやんないっすよね。食べる感じがします。普段全部自炊ですか？ほとんど自炊。いや、飲みすぎか夜は近くの居酒屋で定食を作ってもらって。なんかガーリックトマト、私ガーリック好きなんですよ。辛いね。炭水化物やりますね。最近食パン好きなんで。でもやっぱりバルミューダで、はい、トーストできる。え、なに、卵かけご飯とか絶対美味しいから。一発目で取りすぎる、ビュッフェあるあるに陥るかも。そう、ほんとそれ。ここ割っていくスタイルってこと？片手で片手で割れますよね。食べよう。ちょっと料理してる雰囲気出ました割れちゃった。あー、かけすぎ絶対かけすぎた今のよし、揃った揃いました。のんちゃん、今日は何意識ですか、これ選んだの？え、普通に食べたいもの取りました休みの日なんで食べたいものを食べたいだけ。めっちゃバランスいいですね。でもスープあって野菜。そうですね、基本的に私母が栄養士なので、なんかベースはあんまり崩れないです。いただきます。はい、うん、全然。選手村に行ったかな、私。選手村には行ったわ違う、選手村の食堂でこんなのあったかなと思って。それ、さっきのあれですね、リオのブラジルのスープですよね。はい、選手村ってどんなものを食べてるんですか？リオの時は、味の素さんが別で日本選手団向けに車で30分行ったところに、なんか施設、トレーニングジムとか炭酸泉とかいう施設のところにレストランご飯を作ってくれてて、私はそっちに食べ行ったりしてました。一般の人は選手村で済ましたりとか。そっか、選べるんですね、うん、はい。あとはリオは近くのマンションにこうサポートしてくれる人も泊まってたんで、その人たちがご飯作ってくれて食べたりとかもしてましたね。選手村って出てもいいんですね。よかったです。でも限られてますけど、行く場所は。でも観光も行こうと思えば行けたんじゃないかな。行ってないですけど。なんか選手村っていうとこうマクドナルドのイメージがめっちゃあります、ね、あー並びましたよ並んだんだ大丈夫です。選手たちが、うん、連絡取り合って何みたいなのやった気がするナゲットみたいなメニューが多分限られてた気がするな。うん、ま、試合終わった瞬間にみんなでマック会みたいなした気がする、部屋でめちゃくちゃもらってきて。確かに試合前はね、なかなか気にする人は食べれない。そうなんですよ。醤油多くないですか大丈夫ですか？いや、でも意外と色保ってる。いい色になりました、ね、意外と色保ってます大丈夫うん、美味しい。久々に食べる。あんま家じゃ食べないな、たまに。
で食べるもんか。嫌いな食べ物ないないですないですないんだ。一切、すごい。海外行った時はもうその土地の食事を食べてっていう感じですか。いや、日本食です。あ、そうなんだ。見つけて、お店で。はい、レストラン見つけて、もう Google 参加民ですね。ジャパニーズレストランって入れて。ジャパニーズレストランか、和食か。それ外れなかったですか。私結構得意なんですよ。あ、そうなんです。すごい。結構得意なんですよ。すごいすごい。結構ありません、ジャパニーズって言いながら、あれ、これはみたいな。絶対写真見ます。あ、そういうことか。写真と口コミ見て、なるほど。日本でも私お店探すの得意です。そうなんですね。友達に頼まれたりとかします。ちょっと探してほしいみたいな。いろんな方向から調べますね。Google の評価もだし、食べログも評価もだし、公式ホームページも飛んだりとか、全部見て、良くないといかないです。なるほど、総合評価してるんですね。そうそうそう。のんちゃん、人生初の食レポ。ほうじ茶、ほうじ茶ジェラート。なんか最初はそんなほうじ茶来ないな。そんなにほうじ茶感が強くない。美味しい。食レポの概念が分からない。何が正しい、何が正解かも今言いながらなんか分かんないな。あ、ミルクは安定してるわ。結構甘いもの食べる、思ったより。はい、甘いのも好きです。やっぱでもシーズン中はちょっと制限したりとかするんですか。あんまり常にシーズン中なんで自分が、はい、常に食べたいもの食べてます。多分バドミントン選手制限してる人言うてそんないないと思います。じゃあチーズケーキ。これはさっぱりすぎないけどの、そこまで、なんかちょうどいい。面白い。ちょうどいい。ちょうどいい。ちょうどいい甘さと濃厚さ。レアチーズの。チーズの。数年後に昼なんですね。これいちごのロールケーキ。これ季節とかあるんですかね。うん、ありそう。酸味が効いております。これはだんだん上手くなってきた。今すごい甘みよりも酸味が先に来て、そっからその後から甘みがうわーって口の中に広がってきた。グランイート銀座の店長さんにちょっと来ていただきました。はい、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。本日もよろしくお願いいたします。今日ちょっとお店の紹介簡単にしてもらってもいいですか。そうですね、うちで、グランイート銀座というお店になりまして、食べ放題のお店になります。はい。でどちらかというと、お野菜を中心にしておりまして、そのお野菜が、ギャップ認証といいまして、選手村の選考基準になっているお野菜を使ってますので、それで、食べ放題ということで皆さん来ていただいて、体にいいいっぱい野菜を食べてもらうというコンセプトのお店になっております。あとお肉とかですね、自家製のアイスクリームとかもありますので、はい、よろしかったらお願いいたします。はい、ありがとうございます。先ほど食べさせていただいて、はい、のんちゃんのそのオリジナルのレシピを、期間限定でお店で出してもらえるということで、はい、で早速レシピを考えていきたいと思うんですけど、はい、はい、いや、よろしくお願いいたします。ぜひ、はい、こんな関わることができるなんて光栄です。いやいや、こちらこそありがとうございます。池田さんも結構関わって、あ、そうです、池田さんもちょこちょこ来ていただいていろんなアドバイスもらっております。今あるメニューを少しこう変更させてもらうような形で、はい、オリジナルのものを作っていければと思うんで、はい、ちょっとじゃあ実際に見ていきましょうか。はい、そうですね、はい、わかりました。じゃあこちらどうぞ。はい、本当野菜が盛りだくさんですよね。そうですね、ベースが8割ぐらいは野菜ですね。キノコ、こちらがキノコのしめじですね。しめじのアヒージョになりますね。はい、ソーサーにキノコの人さんがついてもらってるので。そうなんです、そうなんです。いつもキノコにはすごく目がいって、キノコいいですよね。
キノコ系をじゃあ。そうですね。キノコをぜひなんかやらせてもらえたら。そうですね。こちらこういう種類で作ってますので、はい、まあ、ちょっとキノコ類で2種類とか3種類ぐらい入れて、はい、岡田さんのスポンサーのキノコさんを使っていただければ、これですオリジナルの岡田さんが考えたキノコアヒージョ。はい。出してもいいかなと思います、ね、はい、じゃあいろんなキノコを使って、そうですね、なんか1種類でも、まあ、1種類でもいいですけど、2、3種類でもないアヒージョって基本的に何でも何でもいけるんですか？何でもあります、ね、これあとはパンにつけてもらって、はいはい、パンつけたら美味しいと思うので、はい、美味しいですね、バケット、うちのお店でも人気メニューですね。なるほど、じゃあキノコ料理でアヒージョでいきましょうか。了解です、はい、お願いします。いや、こちらこそよろしくお願いします。今回私の考えた、まあ、スポンサーに北斗さんがなってくれてるっていうのもあって、きのこのこのこアヒージョを7月23日から9月6日までグラインズさんで出してもらおうと思います。ぜひよろしくお願いします。あ、こちらこそよろしくお願いします。食べ来てほしいですね、皆さん。いや、はい、皆さんぜひ美味しいと思うので食べ来てください、はい、よろしくお願いします。今日はランチグラインズさんで食べさせてもらいました。お店の URL 概要欄に貼っといたので、ぜひ食べに来てください。天使村のメニューとか実際に置いてあるので、こんなのあるんだっていうのはぜひ食べてもらったら一番わかるかなと思います。で、この後は美容院に行きたいと思います。はい、行きつけの行きつけです。友達がいつもやってくれてるんで、そこに。今日はちなみにカット、カット、いつもカット、カラー、トリートメントなんですけど、カラーはもう最近ちょっと迷ってて、いろいろ今までもやってきたので前回初めてピンクをやったんですよね。こう木村花さんのもあってピンクにしようと思って、でもすぐ抜けちゃって、もう一回ピンクに行くか、もうちょっと伸びたぐらいでやりたい色があって、だからそれを今日早速やるか、ちょっと相談しながら決めようと思います。なるほど、はい、楽しみです。じゃあ行ってみましょうか。はい、行きましょう。こちらが、奥原選手と、一緒に考案しました、きのこのこのアヒージョになります、とても美味しいのでぜひ皆さんお越しください。